仕事は遅いけど、失敗するより200倍マシだしな。まあ、あの調子で慣れりゃ、ようやく戦力として数えられんじゃねえか。ふん、これも歌唱がナッツのアホの鼻っ柱を折ってくれたおかげだな。てめえはダメ猫なんだから、ダメ猫なりにやれってことだろ。それを鼻っ柱を折るってんじゃねえか。キキキ。ま、ナッツに必要だったのは、まさにそれだしな。無理すんな。あたしが言っても聞かねえし。ま、何言ったか知らねえけど、いい傾向だろ。これでも一応一番年上だしな。あたしがやんなきゃしょうがねえだろ。モンシナとかプルメイなんかはもうほっといても心配だねえけどよ。困ったことに、ナッツはでかいのは体とおっぱいだけだからな。ほんと、ガキすぎて困ったもんだぜ。もう、だいたい察しはつくけどな。ずっと末っ子で甘えっぱなしだったけど、だんだん体がでかくなってきたとこに、ショコバニの2匹が来たからな。頑張ってお姉ちゃんやろうと背伸びしようとした結果が、あれってとこだろ。てめえもまだまだ子猫ちゃんのくせに、分不相応なこと考えやがって。一緒になって甘えてりゃいいのに、困ったもんだ。そうだ。私は大変なんだぞ。ソロに店の仕切りまで押し付けられちまうしな。感謝の気持ちにうめえもん食わせてもらいてえもんだぜ。あ、そういや、こないだテレビで一杯25,000円の大間マグロ丼が紹介されてたな。こら、カーショ、やめ。私は、そういうキャラじゃねえって。調子のんなって、この、マジで、いい加減に。あずきったらそんな甘えた声出しちゃって。なんだかんだ言って、やっぱりあずきもお兄ちゃんに甘えたかったんでしょ？ちっげえよ！おめえみてえな子猫ちゃんと同じにすんじゃねえ！その子猫ちゃんと同じように喜んでたくせに。ちげえって！今のは、カショウの手がくせえから出た、フレーメンだ、フレーメン！フレーメン、フレーメンね。あずきのフレーメン顔は可愛いんだね。この野郎、調子に乗りやがって。
NEKOPARA! はい、お疲れ様でした。人数少ないのにも、もうだいぶ慣れたわね。あはは、ショコラとバニラはいつ帰ってくるんだろうね。ほんとショコラはアホの子だからな。あれで鈴取れたことの方が奇跡だぞ。鈴なくさなければいいけどね。はあ？なんで私だけ残業なんだよ。仲のいいナッツでも連れてきゃいいじゃねえか。ったく、しょうがねえな。ほんとこのケーキ屋はブラックだな、おい。任されました。で、一体どこに行こうってんだ？カショウも見慣れねえスーツとか着やがって。さては、あれか？何か謝りに行くのに、私をネゴミ悟空にしようってか？そういうのなら、おっぱいキャットの門司仲ナッツのが向いてんだろう。さっきからそればっかじゃねえか。こんな可愛い猫とデート気分とか、店だったらいくらかかると思ってんだ？は？この店って。お待たせいたしました。カーテン開けますね。あ、ちょっと、待て。聞いてねえぞ、こんなの。似合ってるとか、似合ってないとか、そういうことじゃなくてだな。茶化すんじゃねえよ。あたしつ素材がいいからだろ。なんでこんな格好させてんだよ。プルメイならこんなコスプレ喜ぶかもしれねえけど、あたしだぞ。それに、こんな高いドレス買われても困るし。は？ドレスコード？こういうとこに来るなら、最初から言えっつうの。
からって、こんなのは想像もしてなかったっつうの。絶対あたふたしてる私を見て楽しんでたろ。カショもいい性格してるよ。まったく。そりゃ、うめえけどさ。お礼なんて、別にしてもらうほどのことはしてねえよ。息抜き？カショウ。カショウ。カショウ、ほんとおめえはカッコつけだな。そんなんだから、ジゴロパティシエとか言われんだぞ。たまにはこういうのも悪くねえな。なーんかワインに酔っ払っちまったみてえだし。ここにいる間だけは、お姉ちゃんの看板。置いとくことにするわ。お兄ちゃんも底辺だな。ちげえね。んじゃあ、その目的のケーキが出てくるまでは、普段のお礼ってことで、遠慮なく行かせてもらうわ。財布の中身は大丈夫なんだよな。ふん。いくらカッコつけても、あたしはお兄ちゃんなんて呼ばねえぞ。カショウがどうしても呼んでほしいって言うなら、考えなくもねえけどよ。ま、そういうことにしといてやるよ。じゃあ、改めて、大事な家族に、乾杯。懐かしの我が家に帰ってきたな。やっぱ、こっちの着慣れた服のが落ち着くな。ま、シンデレラタイムもたまには悪くなかったけどよ。ああ、おかげさまでな。いろいろと気遣いサンキューな。礼は言っとくよ。そっちこそ、何か参考にはなったのかよ。なんか、ガラス細工みてえなケーキばっかりだったけどよ。
ちげえね。そうか？カシオのケーキのがうめえなってのもあったぞ。一猫としての素直な感想だよ、バーカ。ま、浮かれ気分もほどほどにして。明日からはまたお姉ちゃん業に勤しまねえとな。特にナッツのアホはまだまだ子猫ちゃんだから手がかかって目が離せねえし。あいつがまた調子に乗れるまでしっかりおだててやんねえと。カショウがうまいこと調子乗せたんだから、責任取ってちゃんとおだててやれよ。あずき、お姉ちゃん。ナッツ、なんで、まだここに。お兄ちゃんのこと、待ってたから。僕が、調子に乗るまでおだてるって、どういうこと？お兄ちゃんは僕のこと、大事な妹だって。あずきだって僕のこと褒めてくれたんじゃなかったの？今まではあんな風にだって褒めてくれたこと、一度もなかったくせに。いや、だから、今のはちげえんだっつってんだろ？そうやって人の話聞かずに早とちりすっから、くだらねえミスばっかすんだろうが。あずきはなんでそんな嘘ついたの？最低、最低だよ！僕のことそんな風にからかって傷つけて楽しいの？いくら喧嘩ばっかりでも、お姉ちゃんだと思ってたのに！いや、だから、別に嘘ついたとかじゃなくてな。感触起こしてねえで、こっちの話聞けっつーの。うるさい！あずきの話なんて聞きたくもないよ！大きいのは態度ばっかり、器は体と同じくらい小さいじゃないか！箇所はちょっと下がってろ。おい、ナツ。いいからギャンギャン騒ぐんじゃねえよ。話聞けって言ってんだろ？喧嘩売りてえだけなのか？意味もなくわざわざ人が気にしてっとこピンポイントで突っつきやがって。真面目に話してんだから、たまには姉貴の言うこと聞けよ。ああ、そうだよ。あずきは僕のことが嫌いなんでしょ？僕は手のかかる調子に乗った妹なんでしょ？こんな時ばっかりお姉ちゃんぶって偉そうにお説教しないでよ！お兄ちゃんもあずきも一緒になって僕のことを騙して！あずきなんかお姉ちゃんじゃない！お兄ちゃんが僕のことを褒めてくれたのも全部嘘だったんだ！大事な家族だなんて嘘っぱちじゃないか！お兄ちゃんもあずきも、どうせ血なんて繋がってないんだから！あずき…おめえはよ、どんな時だろうが。言っていいことと悪いことの区別もつかねえのか？それは。そんなんだからガキって言われるのが、本気でわかんねえのか？
僕だって。てな、あのバカ猫が。